東京池袋のランドマーク、サンシャインシティに隣接する東池袋中央公園。木陰に永久平和を願ってと刻まれた石碑がひっそりと立っている。かつてこの場所にはアメリカ軍によって管理されていた施設があった。巣鴨プリズン。入所していたのは戦争犯罪人として裁かれた人たち。その一人、藤中松男。 BC 級戦犯として1950年4月処刑された。28歳で命を奪われた松尾は21枚7センチの遺書を残した。ラジオドキュメンタリー永遠の平和を、ある BC 級戦犯の遺書。福岡県の中央に位置する嘉麻市、藤中松男のふるさとだ。これですね。松男の次男、高幸さん、74歳。父の死から70年経って、ある写真を見せられた。初め見た時分からなかったけどですね、兄貴が見つけたんよ。初っ端にこれ見た時は、これは親父ってすごく分かったですもんね。5歳年上の兄、光一さんが確認したのは、当時26歳だった父の姿。日付は1947年12月3日。場所は横浜軍事法廷。法廷の被告人席にずらりと並ぶ囚人服姿の元日本兵。一番奥の段に坊主頭、涼しげな目をした痩せた青年がいた。光一さんと高幸さんの父、藤中松男だ。裁判の時の写真でしょ、これ。まあ皆さん全部追ってある中で、やっぱ親のそういう本に全部と一緒に裁判かけられたのかなと思って。1945年8月、日本はポツダム宣言を受諾して連合国に降伏した。この中には戦争犯罪人の処罰が含まれていた。日本が裁かれた戦争犯罪は A 級戦犯と BC 級戦犯に分けられている。極東国際軍事法廷、いわゆる東京裁判では、東条英機ら日本の指導者が A 級戦犯として裁かれた。この裁判では28人の被告のうち7人が絞首刑となった。一方、 BC 級戦犯は日本が占領していたアジア太平洋地域の7カ国49法廷で裁かれ、捕虜や住民への虐待などでおよそ5700人が被告となった。処刑されたのは920人に上る。しかしこのことは戦後76年となる今でもよく知られていない。
私は役なんですね。あの人たちも行くって言ったら同じ年やからね。坂本博之さん100歳、藤中松男と同じ年同じ村に生まれ、現在もここに住む。ここはいろいろなお祭りがあるからね。藤中さんは横人物やったと思う。俺も人の先頭に立って指導するような立場の人やったと。20歳の時、松尾と一緒に村から3人召集され、佐世保海兵団に入団した。藤中さんは18分隊ですね。それで私は16分隊。藤中松尾の生家は大きな農家で、四男だった松尾は太平洋戦争が始まる前の年、19歳で藤中家に婿養子に入った。嫁の話はよくしよったですね。自慢話聞きよった。お前婿養子やねんかやって言いらかしたら、おるやんかかよか、あれやきねえって言って、嫁さんのことをよく褒めよったですね。綺麗な奥さんやったもんね。終戦後、ふるさとに戻り、近くの炭鉱で働きながら農作業に汗を流していた松尾は、1947年6月米軍に捕らえられ、巣鴨プリズンへと連行される。孝幸さんが生まれてわずか半年後のことだった。3歳の時亡くなった父の記憶はない。葬儀は盛大に営まれた。母美津子はこの時27歳だった。父のことはあまり話さなかったと孝幸さんは言う。おふくろはね、もう長年一緒におったかって、もうそういう話は全然やっぱしないんだ。親父の話はただあんたをおぶって面会に行ったという話ぐらいしかせんと。孝幸さんも父が戦犯だったことを自分から話すことはなかった。俺が18の時履歴書書いた時にね、その時親父の欄があったけども、戦死地を俺書いたんよ。戦死地、また年が上がんやん。20年に終わったやろじゃん。俺22年生まれやから、それからでね、聞かれたことがあって、その時に初めて戦犯で亡くなったということを相手面接受けた人に俺言ったことある。松尾がまだ幼かった2人の息子宛に書いた遺書がある。父が忘れることのできない可愛い小一、孝幸ちゃんに最後の言葉として最も強く残しておきたいのは、父はなぜ死んでいかねばならないかということであります。そうした結果をもたらした原因は何でありましょうか。それは全世界人類がこぞって嫌う忌々しい戦争なのです。藤中松尾が問われた戦争犯罪、それはどんなものだったのか。孝幸さんは沖縄県の石垣島で起きた捕虜殺害事件に関わったとだけ聞いていた。行くときね、風間君の門にもうすぐ帰ってくるからもう大丈夫というような言い方して行ったらしいよ。それで親父もそこまで深くね、そういう僕石垣島のことで自分がそこまであれされるんじゃなかろうかという、あ、ないとやないかなというような考え絶対やないかね。母美津子は13年前
85歳で亡くなった。孝之さんは私たちに父のことを知りたいと話した。横浜地方裁判所、日本で唯一 BC 級戦犯を裁いた横浜軍事法廷はこの場所にあった。無罪を主張しますか、無罪を主張しますか。無罪を主張いたします。 Motion of the defense relative to the taking of photos。 この戦犯裁判では51人の死刑が確定し執行された。戦争犯罪に詳しい恵泉女学園大学の宇都宮愛子名誉教授はこう解説する。戦争犯罪人っていうとね、犯罪人っていうところだけがクローズアップされるので、戦争における犯罪とは何かという、そういうふうに考えるともう少し問題が見えてくると思う。横浜裁判で被告を裁いたのは日本に進駐したアメリカの第8軍だった。法廷を開いたアメリカの第8軍にとって日本の戦争犯罪を裁きますから、捕虜虐待、それが裁判の中心になってきます。特に横浜法廷は捕虜虐待に特化した法廷だと思います。やっぱりね、捕虜虐待に対する怒り、それはちょっと私たちの想像を超えます。こういうふうに薄くなってるんですけれども、これを全部読み取って、全部リスト化したんですね。横浜裁判の法廷写真を調査している日本大学の高澤博明専任講師、遺族に確認し藤中松雄の特定に至った。こういう写真が残ってるっていうこと自体がまあよく日本では知られてない可能性がありますので、だからまあ、できればこういう資料をたくさん発掘して、まあこういった過去の出来事をですね、日本の人に知らせるっていうのも一つの、まあ、役割かななんていうふうに思ってます。アメリカの国立公文書館に保存されている写真の裏にはキャプションが貼られているという。これキャプションに藤中さんのお名前は入ってるんですか？一切ないです。全くないんです。藤中の負の字も出てこなくてですね。一応名前がこう出てるんですけれども、でこれはこの写真のキャプションなんですね。あ、これなんですね。はい、これの裏側に。こういうキャプションが添付されてるんです。でこれにその撮影年月日とか、被撮影者の氏名が書かれてるんですけれども、この石垣島事件は全部ですね、名前がずれちゃってる。だからどうしてもこれ、誰が写ってるかっていうところは具体的には特定できないということで、もうご遺族とあと関係者しかもう分かんないという状態だったんですね。藤中松雄が関わった石垣島事件は被告が46人、うち41人に死刑が宣告されたという事件だ。傍聴席まで埋め尽くした被告たち。最年長50歳の大佐から下は19歳の二等水兵まで、なぜこんなに人数が多いのだろうか。太平洋戦争末期、沖縄戦の最中、石垣島は連日連合軍からの無差別爆撃にさらされていた。ふるさと福岡から離れた石垣島で
松尾が戦犯に問われる事件が起きたのは1945年4月15日、アメリカ国立公文書館で見つかった米軍資料。日本軍の対空砲撃が命中したグラマン機が海に墜落した、その瞬間を捉えた写真があった。海上に小さな雲のように煙が上がっている。米軍の空母マカッサルストレートから編隊を組んで午前6時に飛び立ったグラマン機のうちの一機だ。撃墜されたグラマン機に搭乗していたのはパイロットのティボ・チューイ27歳、砲撃担当のタグル兵曹20歳、そして通信担当のロイド兵曹23歳、いずれも20代の若い兵士だった。3人はグラマン機から脱出しパラシュートで降下、大浜海岸の沖に降りたというところまで米軍は把握していたが、結局救助は間に合わなかった。米軍の報告書では3人は行方不明となっている。日本海軍に捕らえられた3人は石垣島警備隊の本部に連れてこられ、尋問を受けた後夜になって近くの荒れ地に連行された。そして大勢の兵士が取り囲む中、3人は処刑された。空襲により多くの戦友を失っていたため仇討ちの様相だったという。27歳のパイロットティボ・チューイと20歳のタグル兵曹は軍刀で首を切られて殺害。長身で体格がよく口ひげを生やしていた23歳のロイド兵曹は杭に縛られた。そして40人から50人の兵士が銃剣で刺したという。最初に刺したのが下士官一等兵曹の藤中松尾だった。いや、正直言って思い出したくないんですよね。12年前亡くなった元 BC 級戦犯のインタビューが残っていた。石垣島に住んでいた小浜清少、2001年の取材当時72歳、事件に遭遇したのは海軍に入ってわずか2週間後。小浜は事件の前日、輸送船からの物資を受け取りに港へ出て、目の前で同じ小隊の3人の仲間を失った。この灯台の、うん、この中間だな、この辺にその輸送船が停泊していて、停泊して僕らは小隊派遣されて、そして船に乗ってとにかく荷物を下ろしに行った、下ろしている最中にとにかくグラマンに発見されて、みんな蓮見牛で攻撃された。船の中で右に行ったり左に行ったり逃げ回りながら、そして上陸したわけですよね。でその中で、まあ、戦友が、まあ、3名やられましたから、戦友がやられたからそのとにかく復讐だという気持ちもないわけでもないし、僕ら小隊は一小隊は全部みんな参加したわけですよ、その事件の処刑に参加したということに、まあ、なるわけなんですよね。小浜も杭に縛られたロイド兵曹を銃剣で刺した一人だった。死刑の宣告を受けたのは19歳の時。その時の小浜の写真が見つかった。裁判長を見つめるあどけない顔、どんな心境で聞いていたのだろうか。これはですね、言葉で表現できないんですよ、はっきり言って。
あんたはどういう心境だったか、どういう気持ちだったかってね、よく質問されましたよ。これ表現できないんですよ、この心境っていうのが。これは本当正直なあれですよ。ただ自分でまさか死刑になるとは考えてなかったから、もうびっくりしたことは間違いないんですよ。年は若いし、まさか兵隊に入って入隊して何日かなってないし。死刑から重労働5年に減刑された小浜は、地元に帰ってきてから役場の助役まで務め、退職の日、職員を前に初めて戦犯だった体験を語った。みんな戦争によって人間は狂ってる、正常な人間はおらない、すなわちこれは殺すか殺されるかっていう中に置かれて位置が置かれていますから、だから人間みんな狂ってますと。戦争ということについてはとにかく絶対どんなことがあっても起こしてはならないと。東京の国立公文書館、ここには BC 級戦犯に関する法務省の資料が収蔵されている。石垣島事件に関して公開されていた7冊のファイル、この中から藤中松雄に関する資料が見つかった。取り調べ段階の調書や裁判でのやり取り、陳述書などだ。父のことを知りたいという高幸さんに資料を見てもらった。これがですね、昭和22年の2月3日だから、連れて行かれる前に福岡で呼び出されて聴取を受けたっていうのの調書です。これ公文書館にありました。70人ほどが取り囲む中、杭に縛られたロイド兵曹はすでに何人もから殴られていた。飛行士が杭で歪み、鼻から血を流し、惨めな有様を見て、この時自分には耐えられない、命令を待たず5ヤードばかり右前に立っている飛行士に駆け寄り、素早い突きをくれた。胸の左側心臓部に。飛行士は殺されることになっており、逃れられないのに殴るのは悪いことだと自分は思った。その残酷な有様を見るに耐えなくなったので、飛行士を苦から救い出してやるのが一番良いと考えた。松尾は命令も指示も受けずにロイド兵曹を自発的に刺したと供述している。自分の元いた位置に帰り、全く目がくらみ、気が遠くなった。指揮官の命令なしに自分が行動した事実と関係なく、自分はある人の貴重な命を奪った。こうして自分は人道の上に許すべからざる重大な罪を犯した。しかし9ヶ月後始まった横浜軍事裁判で、松尾は命令があったと供述を翻す。自分は注意からつけと直接命令を受けた。松尾は処刑の現場を指揮していた注意の世話になっていた。自発的にそばにいた人の銃を取って突いたと書いてあるのは、当時注意に迷惑をかけてはいけないと思って嘘を言ったのである。石垣島では
周囲からよく面倒を見てもらい、心から信頼していた。41人の死刑宣告から2度の減刑が行われ、最終的に死刑が確定したのは7人。司令の大佐と副長の大尉、松尾に命令した中尉、そして直接手を下した2人を含め、少尉以上が5人。ロイド兵曹の刺殺については、二人の下士官、松尾とその次に刺した20代の若者、二人が死刑になった。命令だったと主張した松尾の死刑は覆らなかった。親父もやっぱりね、優しかった人やろうと思うよね。何でも何にするにしろ、裁判でも初めのうちは人をかばいだったような、最後この陳情書を自分のあれに言ったらね、もうやっぱ命令系統でどうしようもなく二骨であってよ、もう命令兵器ですね。命令やからもうどうしようもないわな。高幸さんは深いため息をついた。松尾に付けと命じた中尉、軍歴23年、40代半ば、3人の子がいた。その遺書が残されている。仕方がない、戦争における犠牲だ。個人として人殺しをするような心持ちは私にはみじんもなかった。子供は軍人にはなすな、時勢が変わってもだ。これは子子孫孫に伝えよ。必ず悲しき運命に遭遇することがあることを思わねばならぬ。戦争がいかに残酷なものであるかということは皆よく知ったと思う。死刑になる被告がいる一方で、減刑された戦犯たちには巣鴨プリズンを後にする日が訪れた。また一人写真の人物が特定された。公主刑から重労働40年に減刑され、すんでのところで死を免れた兵曹長住徳静雄。見た時にすぐ親父だと分かりまして、もう親父の顔ですから。鹿児島市に住む住徳静雄の次男健二さん73歳。法廷に並ぶ被告たちの中から、くっきりした太い眉、丸い眼鏡をかけた父の姿を確認した。静雄が巣鴨プリズンに収監されたのは健二さんが生まれる直前のことだった。2ヶ月前に親父はもう収監されたんです。だから私は知らないんですよ。親父がいないもんと思って小さい頃は育ってますから。健二さんは集団で面会に行った時の記憶があるという。お袋から親父をこう座ってて、あれ誰かって言われたら、おじさんって私答えた記憶がありますから。で、お父さんなんだよって言われても、まあ、ピンとこないというか。静雄は17歳で志願して海軍に入隊。海軍兵学校で
教官も務めた職業軍人だった。10年余りを巣鴨プリズンで過ごし、1957年帰ってきてから三男と四男に恵まれた。事件については一切語らず、27年前78歳で亡くなった。一切教えてくれませんでした。大きなことなんだろうなと今はそう思いますけどね。賢治さんと10歳年下の弟、三男の博さんに資料を見てもらった。裁判で証言をした時の記録、外務省が保管していたものだ。事件の日、住所静夫は空襲で亡くなった隊員2人を火葬していた。火葬中に午後8時ごろ、作業員1人をやって投下を調べさせたら、処刑のために穴を掘っていると言ってきた。現場に着くと一人の飛行士が柱に縛られているのを見た。他の2人がすでに処刑されてあったということは後で分かった。裁判前の調書では、静雄は縛られていたロイド兵曹を模範を示せという命令に従って20人ほどがついたところで1回ついたと述べている。これが死刑宣告を受けてらっしゃる時の写真です。これが米軍の警察官 MP と日本人の弁護人に付き添われ、まっすぐ裁判長に顔を向ける住所静雄、この時31歳。黙ってこれ聞いとったんやな。まあ通訳が通訳したやろうから、まあ残念ちゃ残念やったやろうな。死刑を判決受けた時や、なんでと思ったかもしれんけど、だから戦争じゃしていかんですね、そう思います。本当誰も幸せになった人は、惨殺されたアメリカの飛行士も当然家族がおられて、なんでこんなところでってなるでしょうしね。まあアメリカのあのその殺された家族から考えれば、本当殺しても、それはもうみんな殺してくれってなるでしょうね、そういうことやろうけどな、まさかこんなのがあるとは。それは父親も一切喋らんかったはずで、亡くなってから30年を過ぎて、こげな話にもう間もなく30年ですけど、石垣島事件は GHQ 宛ての匿名の投書から発覚した。終戦後、遺体を掘り起こして燃やし、灰を海に捨てる隠蔽工作もしている。住所静雄がまとめた石垣島事件の裁判概要によると、井上音彦大佐ら上官たちが責任を逃れようと命令を不明瞭にしたため、共同防疑で殺害したものとみなされ、多くの者が被告とされたのだという。後に法務省が行った元戦犯たちへの聞き取り調査によると、井上音彦大佐は
裁判の直前になって被告全員を前にこう言ったという。事件のことについては何も知らなかったと答えてあったが、今ははっきり私の命令によって処刑したものであることを認める。しかしそれは遅すぎた。すいません、お邪魔します。おはようございます。大体ここでおばあちゃんは寝てたんですよ。その時は藤中松雄の妻光子の遺品の中から写真が見つかったと連絡があった。押し入れの中、衣装ケースに入っていた写真の束、次男高之さんの妻陽子さんが探してくれた。大事っていうか、おばあちゃんがこう直してた洋服とかですね、そういうとはこのまままだ直してるんですよ。処分はしてないんですよね。その中に一緒にここの中に これの中にですね、ここに入ってたんですね。結婚式の写真なんかも一回も見たことないですよ。私主人も見たことないとか言ってたですもんね。これ お母さんって言って私お袋やないって言ってますもんね。大事にしてたんですよね。松尾19歳、光子17歳の婚礼写真。日本髪に黒留め袖を身にまとった初々しい花嫁。一緒に暮らしたのはわずか3年足らず。若き日の夫との思い出を光子は誰にも見せずにしまっていた。初めて見たもん、この写真やな。これはあんまり見た人おらんとやないかな、うちのあれで。この時まだ苦労してらんくやったんやろな、ふっくらしてた。松尾が連れ去られて以来、光子は農作業に加え石炭の工場にも行って働き詰めだったという。かなり無理して働けたもんね。やっぱまだ私たちは困るやないですか、学校やらないかんし、夜も今でいう残業か、あれして帰ってきたもんね。真っ黒な手書いてくれたです。汚れてから豆団子が焼き。死刑の宣告後、松尾が光子へ送った手紙が残っている。1949年夏、そう、今日は7月19日だな。ふるさとの方は旧暦のお盆だから、青年少女らは夜遅くまで盆踊りの稽古に余念なく踊りまくっていることでしょうとのんきに思っているが、ただ一人で朝早くより炎天下に女装に苦闘するお前のことを思うと、何もかも忘れて天候のごとく脳裏をかすめるのは、いかに愛情を注いでも注ぎ尽きせぬ可愛い二人の子を見守りつつ、我が家のため惜しく働くたくましいけなげなお前の笑顔です。三つ子、本当にすまないな。そしてこの翌年4月、
降りしきる雨のあぜ道通うらん阿子を思いつつ遺書を書きており死刑の執行を宣告された松尾は巣鴨プリズンに雨が降り注ぐ中ふるさとと家族を思い浮かべながら遺書を書き始める当時同じ死刑囚として巣鴨プリズンにいた福岡出身の東寺健太郎処刑の2日前石垣島事件で死刑を執行される7人が別の塔に移される際挨拶に来た様子を日記に書き留めていた5人目は藤中君これも笑顔で坊の前に現れたとうとう行きますよ仕方がないですどうせ行く先は一緒です再会を楽しみにしていますよあなたたちは助かってくださいいやどうせやられます元気でお行きなさいありがとうございますじゃあ遺書三つ子長い間苦労と心配をかけてきたね心からすまなく思っておりますこれが遺書となることを自覚して書いているがあれ思いこれ思い全く何から書いていいやらさっぱりわかりませんそれでも浮かんだままを書いてゆこうと思っています今日ただいま私がこのような環境でこうして君への遺書をしたためていることも知らずひたすら夫の身を案じつつ一生懸命麦の手入れに励んでいるであろう君を思うと胸をえぐられる思いがします夫の死それは君にとっては片腕切り取られるよりまだまだ悲しいことだろうそれらは過ぎるほどよくわかりますだから三つ子よ悲しいのに泣くな嘆くなとは言いませんむしろ悲しければ泣いて泣いて泣き通せと進めたいほどですだが悲しさ苦しさに溺れへこたれてはなりません苦しみ嘆き悲しみによって心の底からにじみ出る涙の中にこそ尊い御仏は宿っていてくださるのです静かに君を思うとき誰かが書き残していったように母のような妹のようなまた我が娘のような心地がしてなりません1950年4月7日午前0時半ごろ7人の死刑が執行された13の数字が書かれた鉄の扉の奥に絞首台があったという2ヶ月後朝鮮戦争が勃発巣鴨プリズン最後の処刑となった。
内海愛子名誉教授が解説する。もう処刑はないだろうと思って、みんな巣鴨の中がなんか割合とほっとした雰囲気の中で、最後の処刑が石垣島なんです。だからそれの与えた衝撃はものすごく大きいと思います。内海名誉教授によると、石垣島事件7人の処刑にはアメリカ軍の激しい怒りが読み取れるという。戦争の矛盾を背負わされた一人が松尾だった。結局戦争犯罪なんか、あの人たちが悪いことをしたんだ、だから犯罪になったんだ、こんな単純な問題ではなくて、誰でもが藤中さんになるし、誰でもが当時さんになるんです。それは戦争というね、極限状態の中でやはり選択の幅がないでしょ、判断するときに。だから自分がそこに置かれたら、私もやったかもしれない。もしそれを私たちが学ぶとすれば、そういう戦争状態、極限状態を作らない。戦争というのは必ずそういう問題を引き起こすですよね。松尾は二人の息子へ宛てた遺書でこんな言葉を残している。父は今となって上官の命令うんぬんなどという時間の余裕がありません。戦争さえなかったら命令する人もなく、父が処刑されるがごとき事件も起こらなかったはずです。そして戦場で幾百幾千万という多くの人が戦死もせず、その家族の人たちが夫を子を奪われ、父を兄を弟を奪われて泣き悲しむ必要もなかったのです。だから父は高一、高幸ちゃんに願ってやまないことは、いかなることがあっても戦争絶対反対を命のある限り、そして子にも孫にも叫んでいただくとともに、全人類がこぞって願う世界永遠の平和のために貢献していただきたいことであります。松尾の次男高幸さん、親父の、まあ、死刑になる時でもやっぱもう戦争、あの死刑になる時やっぱりそういう思いで、戦争絶対反対とかそういうことを思いながら私たちに伝えたんやなかろうかと思う。それちゅうか、あのやっぱり戦争さえなければこういう悲劇も起こらんし、戦争はもう二度としたくないというのはね、本当やなかろうかと思う。私もそう思う。戦争は憎しみの連鎖を作り出し、戦いが終わってもなお多くの命を奪い続けた。あなたは松尾と同じ立場になった時、抗うことができるだろうか。松尾が残した言葉は私たちに訴える。永遠の平和を。RKB ラジオドキュメンタリー、永遠の平和を、ある BC 級戦犯の遺書。ナレーション山崎由紀子。
朗読佐藤匠、茅野正義、音声篠原圭、選曲編集寺岡晃人、取材構成演出大村由紀子、制作著作 RKB ラジオでお送りしました。